ん、こんにちは。ボタニカルショップカノハの吉岡です。今日はシクラメンの紹介をしたいと思います。シクラメンは北アフリカ中近東地中海沿岸に自生する球根植物です。現地だと涼しい雨季にお花が咲いて、暑い乾季に休眠をしている植物です。で、この子たちの魅力は何といっても季節を代表するお花ですよね。この季節になると出回ってきて、そろそろ冬になるんだなって私たちに教えてくれるお花です。そして色も豊富で形も豊富、花期も長いです。で、寒い時に家の中にポッと明かりが灯ったような明るいお花です。それが魅力だと思います。で、この子たち花期がすごく長いので、なるだけ長く楽しみたいと考えてらっしゃる方が多いかと思います。で、この子たちを長く持たせるためには、やはり花がら摘みと黄ばんだ葉っぱを摘み取ることが重要になってきます。で、花がらはそのままにしておくと種をつけてしまいます。で、種をつけるとどうしてもこの子たち種を育てたいので、種に栄養が集中してお花が咲かなくなってしまいます。なので、ちょっと心を鬼にして花がらを摘んでください。で、摘むときはですね、この茎の下の方、なるだけ球根に近いところを手でつまんで回しながら球根から引き抜くですね。球根があって、そこから花の茎とか葉っぱの茎とか出てるので、で、黄ばんだ葉っぱも下の方を手で持って回しながら引き抜く。で、他のところを引き抜いたり、球根ごとこう取れる時があるので、片手で押さえながら下の方を手で、引き抜くようにしてくださいね。で、お水やりはこの子たちですね、花にかかったり葉っぱにかかったり球根にお水はかけないように、なるだけかけないようにお水やりをしてください。なので、鉢の端ですね、土に直接水をこう入れていく感じですね。で、下から出るまでたっぷりとです。で、底面給水になっている鉢も多いかと思うので、その時は底面にお水を足してあげてくださいね。で、私は底面給水の場合は底面のお水がなくなってから、で、ちょっと土を確認してからお水を足すようにしています。そのままでもいいかもしれないんですけれども、私はそのようにしています。で、この子たち置き場所は日当たりのいい窓際、ポカポカする窓際が一番ベストです。ただ窓際だと夜になると急に寒くなったり気温の変化があるので、夜になったら室内の中央部分に移動させるとか、あとは段ボールとか何かをちょっとかぶせて防寒をしてあげるとか、そういう対応をしてくださいね。でですね、なるだけ10度以下には絶対しないようにしてください。で、20度が一番いい温度とされています。で、寒いのもダメなんですけど、暖かすぎもよくありません。
25度の室内にずっと置いておくと、茎が徒長したり、だらーっとだらけてきて、株が締まりがなくなったり、ちょっと不調を訴え始めますので、25度はいかないように管理してくださいね。それと、お花をずっと咲かせるので、栄養もかなり使っています。なので肥料をあげてください。で、あげすぎはよくありませんのでね、加減をちゃんとしてあげてくださいね。ですかね。この見た目も華やかで、形も楽しくて、香りもします。このシクラメン、ぜひぜひ育ててみてはいかがでしょうか。